こちらはビフォアの状態になります。今回は束感があるショートのカットの仕方をお伝えしたいと思います。こちらはビリーザブートキャンプという技で、ご紹介するまでもないんですけれども、レーザーで切ってます。で、こちらはですね、ペンシルシザーというシザー、先が締まらないシザーなんですけれども、そちらを使いまして、これはスクラッチカットっていう、名前をつけているんですけれども、スライドカットって下から入れるじゃないですか。なので右と左同様に同じ状況で入れれないんですよね、っていうのが分かって、片方が跳ねやすくなるのがスライドカットです。下から入れるタイプですね。で、こういうショートの場合はこのように、このスクラッチのカットのように入れた方が左右均等にできるというのと、あと癖毛の方向性をつけることも自由にできるので、下からシザーを入れてしまうとなかなかそれができないんですよね。なのでこのスクラッチを使ってます。これは、ショーバルタンという R シザーを使っておりまして、6インチですね。で、僕は結構個人的な好みなんですけど、結構重めが好きで、毛先の方が、で毛先の重めをこれで作っております。なんでこれをブラッドラインを若干コンベックス状に小さく入れていってるような感じになりますね。はい、これでコンベックスを入れていってる状態になります。で、中をえぐったりとか表面をえぐったりとかいろいろやっておりますね。で、その時の感じに合わせて、やっております。で、くるっとねじってるのは方向性を、髪の癖の方向性をちょっと見ながら入れてるような感じですね。はい、でちょっとずつ小さいブラントを入れていくことによって毛がなじまなくなるので、そこで束感を作れるというようなことですね。そういう時にこのショーバルタンが非常に使えるシザーになります。はい、このような感じで、適当に切ってるように見えるのですが、細かく小さい穴を開けていってるような感じで、つながないような感じにしている感じで、あえて、はい、これがアフターの状態で、カラーもさせていただきました。このような感じに仕上がりました。